植物の疑問を Q&A 形式で回答していくプランティア Q&A。 今回はパンジーの育て方に関して特に多い質問を回答させていただきます。パンジーはスミレ科の植物です。ビオラとパンジーは野生のスミレを品種改良して作り出され、基本的には花びらの大きいものがパンジー、小さいものがビオラです。パンジーは寒さや乾燥に強く、育て方が簡単なため冬のガーデニングの定番です。花の色や大きさのバリエーションが豊富です。それではよくある質問の一つ目です。初心者でもできる花を長く楽しむコツはありますか？土は水はけの良い土がおすすめ。地植えの場合は堆肥や腐葉土と一緒に土作りをしましょう。地植え、鉢植えでも開花期間を長く楽しむため元肥も混ぜ込みましょう。元肥には約1年間肥料効果が持続するマガンプ系中粒がおすすめです。植え付け後は風通しと日当たりの良い場所で育てましょう。過湿による病気や蒸れの原因を防ぐことにもつながります。続いて2つ目のよくある質問です。買ってきたポット苗を植え付ける注意点は？パンジーを丁寧にポットから取り出し、軽く土を落としてください。余分な根は多少切っても大丈夫です。そうすることで植え替えた後に根が張りやすくなります。パンジーを鉢に入れたら隙間がないように植え付けます。パンジーを植えた後は花を美しく咲かせてくれる活力液リキダスがおすすめ。希釈したリキダスを鉢底から水が出てくるまでたっぷりあげましょう。また追肥としてハイポネックス原液を1週間に1回程度与えましょう。3つ目のよくある質問です。剪定や花がら摘みなど育て方を教えてください。こんもりと咲かすために、脇芽を増やし枝数を増やすために、新しく伸びてくる茎を途中で摘み取りましょう。茎の先端をカットすれば枝数が増えていきます。また傷んだ茎や徒長した茎は切り戻しで整理して風通しを良くしてあげましょう。長持ちさせるためには咲き終わった後の花びらを摘み取る花がら摘みを行いましょう。これによって種作りに使うはずだった栄養を節約できるので、長い間花を咲き誇らせることができます。最後にパンジーの育て方の基本情報です。水やりは土が乾いたらするようにしましょう。午前中に終わらせておくのがポイントです。肥料は元肥と花の咲いている季節に液体肥料を週に1回程度与えると良いです。病害虫はヨトウムシやアブラムシに注意です。毎日よく観察し、見つけたら殺虫剤の活用も。この他にも植物に関するよくある質問にお答えしていきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。